トム・ウェイツ、トム・ウェイツ、トム・ウェイツ、本名、トーマス・アラン・ウェイツ、1949年12月7日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ポモナ出身のシンガーソングライター、俳優。2011年に、ロックの殿堂入りを果たした、ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第82位。九首の選ぶ、 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第75位。1973年にレコードデビュー。酔いどれ詩人という異名で知られ、特徴的なしゃがれた歌声、ジャズ的なピアノ演奏、詩がない人々の心情をユーモラスに描きながらも、温かい視線で見つめる毒な歌詞世界、ステージ上での軽妙な語り口でカルト的人気を博した。キャリア初期から、 ポエトリーリーディングも取り入れ、本人曰く得意楽器はボキャブラリー。1980年代からは実験的な音作りも取り入れ、1990年代以降はグラミー賞の受賞やビルボード氏のアルバムチャートでトップ40入りを果たすと、その個性がより幅広い層に認知されていく。キース・リチャーズ等の著名ミュージシャンからも高く評価され、 楽曲をカバーするミュージシャンも多数。1978年以降は俳優としても活動し、とりわけフランシス・フォード・コッポラやジム・ジャームッシュといった映画監督と関係が深い。カリフォルニア州ロサンゼルス軍法モナ出身。トム本人の弁によれば、病院に駆けつけるタクシーの後部座席で生まれたという。ただし、この逸話の後には、産声が、 タイムズスクエアに繰り出すぞ。だったという明らかなホラ話が続く。幼い頃は父が歌っていたアイルランド民謡やラジオで聴いたジャズに親しんだ。10歳の頃に両親が離婚し、姉二人と共に母親に引き取られて、サンディエゴ軍ナショナルシティに移るが、とうとも友好的な関係を続けた。ティーンエージャーの頃は、ホーク、ブルース、R&B、ジャズに傾倒し、 当時流行していたロックには興味を示さなかった。トムは自分に衝撃を与えた人物として、ジェームス・ブラウン、ボブ・ディラン、ライトニン、ホップキンス、セロニアス・スモンク等を挙げている。16歳で高校中退し、ピザ屋の店員として働く。この頃、ジャック・ケルアック等のビート肉文学に影響を受け、また仕事の合間に作詞、作曲を始めた。トムのセカンドアルバム、 土曜日の夜収録曲、ゴースト・オブ・サタデー・ナイトは、この頃の経験をもとにした歌で、同曲のサブタイトルは、アフター・ワーズ・アット・ナポリオネ・スピーチハウス、仕事が跳ねた後ナポリオニーズ・ピザ・ハウスで。1970年代初頭に、ロサンゼルスに移り、クラブで歌うようになる。1971年には、ハーブ公演、当時フランク・ザッパ。 アリス・クーパー、ティーム・バックリー等のマネージメントを担当していと出会い、同年、初のデモテープを制作。この時の音源は、1990年代に、コンピレーションアルバム、アーリー・イヤーズ・ボリューム1、1991年、アーリー・イヤーズ・ボリューム2、1993年として、世に出ることとなる。1972年、当時はまだ進行レーベルだった。 アサイラムレコードと契約し、1973年にアルバムクロージングタイムでデビュー。商業的には成功しなかったが、同作収録曲オール55は、1974年にイーグルスがアルバムオンザボーダー、1974年でカバーして話題となった。1976年初のヨーロッパツアーを行う、同年アルバム スモールチェンジで初めて全米アルバムチャートのトップ100にランクイン、最高位89位。同作には大御所、ジャズドラマーのシェリーマンが参加。収録曲、トム・トラバーツ・ブルースは後に様々なミュージシャンにカバーされ、また2009年には日本のテレビドラマ、不毛地帯のエンディングテーマに起用される。1977年1月には、 初の日本ツアーを行う10都市12公演。初日は1月8日の東京、久保高度公演。同年発表の異国の出来事では、ベッドミドラーと共演。同作のジャケットは、トムと恋人のリッキー・リー・ジョーンズ。当時はまだ歌手デビュー前だったの、ツーショット写真。1978年3月には、2度目の日本公演を行う。同年、トムが、 早くで出演した映画パラダイスアレイ監督主演シルベスター・スタローンが公開され俳優デビューを果たす。1970年代末期にはリッキー・リー・ジョーンズと別れ1980年代に入るとニューヨークに移る。この頃映画監督のフランシス・フォード・コッポラと出会う。1980年8月にはコッポラの下で 脚本編集者として働いていたキャスリーン・ブレナンと結婚。キャスリーンは、ソングライティングやプロデュースの面でも、トムをサポートしていく。同年発表のアルバム、ハートアタックバインには、以後長きにわたって、トムの名優となるベーシスト、グレック・公演が初参加。1982年、トムが初めて音楽を担当した映画作品、ワン・フ From the Heart, 監督。 フランシス・フォード・コッポラ公開。トムは俳優としても早くトランペット奏者役で出演。本国アメリカでは工業的に失敗し評論家にも酷評されるがヨーロッパでは好意的に評価された。クリスタル・ゲールとの連盟による同盟のサウンドトラック、アルバムはアカデミー編曲、歌曲賞にノミネートされた。1982年。 実験的な音作りの新曲がアサイラムレコードに難色を示されたことからアイランドレコードに移籍。翌年移籍第1弾ソードフィッシュトロンボーンを発表。同作収録曲ワイルドなフランクの話はトムの脚本家デビューとなったミュージカルフランクスワイルドイヤーズ1986年6月初演に発展していく。1985年のアルバム レインドック、1985年には、キース・リチャーズ等が、ゲスト参加。同作収録曲、ダウンタウントレインは、後に、ロッド・スチュワートによるカバーが、大ヒットを録し、トムの代表曲の一つとなる。その後トムは、ローリング・ストーンズのアルバム、ダーティ・ワーク、1986年にゲスト参加。また、1986年には、トムの初主演映画、 ダウンバイロー、監督、脚本、ジム・ジャームッシュ公開。1987年9月30日、ロヨービソンのロサンゼルス公演で、ブルース・スプリングスティーン、エルビス・コステロ、ジャクソン・ブラウン、ボニー・レッド等と共に、ロイのバックバンド参加。この時のステージは、1989年に、ライブアルバム、ブラックホワイトナイトとして、CD 化された。また、 アルバム、フランクスワイルド・イヤー,ーズ、1987年に、伴う2の模様は録音、録画され、ライブアルバム、ビッグ・タイム及び同名ドキュメンタリー映画として発表された。なお、同ツアーで重要な役割を果たしたマーク・リボー、ギターとマイケル・ブレア、パーカッション、ドラムスは、トムからの影響を抗言する日本のシンガーソングライター、シオンのアルバム、春夏秋冬。 1987年に参加しているのに加え、エルビス・コステロに向きに入られ、コステロのアルバム、スパイク、1989年にも参加する運びとなった。1990年3月、トムが音楽を担当したミュージカル、ブラックライダー、演出、ウィリアム・エス・バローズ脚本がハンブルクで初演。1993年には、 同作の楽曲を用いたアルバムが発表され、2004年には、英語版、主演は、マリアンヌ・フェイスフルがロンドンで初演された。また、プライマスのメジャーデビューアルバム、セーリング・ザ・シーズ・オブ・チーズ、1991年に、ゲスト参加。その後、プライマスのベーシストのレスクレイ・プールは、たびたび、トムのレコーディングに参加することとなる。1992年発表の、 ボーンマシーンでは、再び、キース・リチャーズと共演。同作は、グラミー賞の最優秀、オルタナティブレコード賞を獲得。トムにとって、初のグラミー賞受賞となった。それと前後して、名優ジム・ジャームッシュの監督映画、ナイト・オン・ザ・プラネットの音楽を担当し、さらに年末には、再び、ロバート・ウィルソン演出のミュージカル、アリスの音楽を担当。同作の楽曲は、 後に再レコーディングされ、アルバム、アリス、2002年として発表された。1993年、現代音楽の作曲家、ギャビン・ブライアーズのアルバム、ヤソ、ブラッド・ネバー・フェイルド・ミ・ー・エット。1971年に作曲された同名楽曲の再録に、トムがゲスト参加。1994年には、ジョニー・キャッシュ、アメリカン・リコーディングスに、 書き下ろしの新曲、ダウン・ゼ・ア・バイ・ザ・トレーン提供。トムも後に、オーファンズで、セルフカバーした。1995年、ティム・ロビンス監督映画、デッド・マン・ウォーキングのサウンドトラックアルバムに、書き下ろしの新曲、ザ・フォール・オブ・トロイ、ウォーク・アウェイ提供。アルバムの未収録で、劇中では使われていない。1999年、エピタフレコード参加のアンタイレコード。 アンチマイナス2遺同年、アルバム、ミュールバリエーションズで、初めて全米トップ40入りを果たし、ノルウェーのアルバムチャートでは1位を獲得した。同作は、グラミー賞のベストコンテンポラリーフォークアルバム部門を受賞。また、ジャック・ケルワックのトリビュートアルバム、ディーズ・オンザ・ロード、1999年で、ジャックが生前残していた3分に、 プライマスと共に音楽をつける形で参加。旧友チャック・イーワイスのアルバム、エクストリームリー・クール、1999年にも、ボーカルやプロデュースで参加した。2000年11月、トムと妻キャスリーンが音楽を担当したミュージカル、ボイチェック、ゲオルク・ビューヒナーの擬曲が原作がデンマークで、上演された。2002年には、アルバム、ブラッド・マネーとアディスの2枚。 両方とも、トムとキャスリーンが関わったミュージカルの楽曲を再録音したものを同日に発売。デンマークでは、これら2作がアルバムチャートの2位と3位を独占した。また、デブラ・ウィンガーの出演映画、ビッグ・バット・ラブに新曲を2曲提供し、そのうち、ロング・ウェイ・ホームは、ノラ・ジョーンズがアルバム、フィールズ・ライク・ホーム、2004年でカバー。さらに、ソロモン・バークのアルバム、 Don't give, up on me にも、キャスリーンとの共作による、書き下ろしの新曲、ダイヤモンド・イン・ユア・マインドを提供した。2003年、ラモーンズのトリビュートアルバム、We Are Happy Family ラモーンズ・トリビュートに、トムも参加し、ジャッキージュディを歌う。また、同年9月21日、リチャード・ギアが主催した、チベットの層を救うためのベネフィットコンサートに、 グレッグ公演と共に参加し、クロノスクアルテッドと共演。この時の演奏は、2007年にオムニバスライブアルバム、ヒーリング・ザ・ディバイドとして発表された。2004年のアルバム、リアル・ゴーンでは、ピアノを一切使わないという新境地を見せた。また、ロス・ロボス、ザ・ライド、2004年収録曲、キタテにゲスト参加。2005年には、イールズ、 ブリンギングライツアザーレベレーションズにも参加した。2006年、アルバム未収録だった楽曲と新曲を合計54曲収録した3枚組 CD、オーファンズ発表。同作の日本版 CD のブックレットには、小田切城と勝手に仕上がれの武藤翔平、二人ともトムファンとして知られるがコメントを寄せている。2011年10月、 新録音のスタジオアルバムとしては7年振りの作品、バッド・アズ・ミーを発表。同作には、ボーン・マシーン、1992年以来の共演となるキース・リチャーズに加えて、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリートが参加した。そして、トムは、同作でデビュー以来初の全米トップ10入りを果たし、ノルウェーでは自身にとって2度目のアルバムチャート1位獲得果たした。 1976年のロンドン公演を見たエルビス・コステロはあんな豊かな歌を作る人間がいたなんて、とショックを受けたと語っている。1987年のニューヨーク公演ではコステロの他にミュージシャンではキース・リチャーズ、ビリー・アイドル、デビッド・バーン、バリー・マニロー、俳優ではダリル・ハンナも客席にいたという。日本のミュージシャンの中にも トムに敬意を示すものは多い。大塚正治、遠い昔僕は、1976年には、トムに捧げた楽曲、まだ合わぬとも収録。シオン、春夏秋冬、1987年収録曲、クロージングタイムには、酔いどれ、トム、トロピカーナモーテル、トムが1970年代に暮らしていた、ロサンゼルスのモーテルといった言葉がは、 ローリングストーン氏が2003年に選出したオールタイムグレイテストアルバム500にトムの作品が3枚土曜日の夜レインドックミュールバリエーションズランインしたまたピッチフォークメディアが選んだ1980年代におけるベストアルバムリストの中でソードフィッシュトロンボーンレインドックの2枚が選出されている俳優としてはドラキュラでの演技が バラエティ誌で圧倒的エンパイア誌でメインキャストまで食ってしまうほどの名演と評された。また、ショートカッツに関して、ローリングストーン氏はトムとリリー・トムリンの演技をセンセーショナルと評した。聖、またはバンド名の五重音順。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。